おもやおもやと、庭園おもやの模型宮永殿内宮永殿内は、沖縄県石垣市にある、琉球王国時代の邸宅、明来やらアラドゥヌジーとも呼んだ。建物は、国の重要文化財で、庭園は、国の名称に指定されている。石垣港の北400メートルほどに位置し、所在地は、沖縄県石垣市大川178番地。 そのうちとは、自動職のものの邸宅の継承であり、宮永殿内は、首里の士族屋敷を真似た建築とされる。宮永家八世紀の宮吉厚園が、宮長紛りの自動職にあった1819年頃に建造された。琉球王国時代の住宅は階級により、厳重な規格があったため、この住宅も、八重山の頭職には、不相応として、5回にわたって、 取り壊しを命じられたが従わず1875年、剣士の剣築により茅葺きへの吹き替えが命じられた。1893年には、石垣島を訪れた笹森義介が宿泊し、家屋や庭園は沖縄県下で稀である、と記している。1899年には再び河原武きとなった。宮永家に残されていた万柿付集などの関連する古文書は、 琉球大学に寄贈され、現在も保管されている。462坪の屋敷を石垣で囲い、南面には四つ足門と瓦と土を積んだ仕切り塀がある。貧噴中央の注文は、重要な祭事や刑事、教事の際のみに用いた。母屋は犬巻を取材とした木造瓦原武平屋建てで、部屋数は12件。一番座と呼ぶ客間の東側には、 石灰岩などで構築した、朱里の庭師、白間をヤグ模様の作という和風の枯れ山水庭園があり、国の名称に指定されている。ありがとうございます。